乾燥後に洗濯物の乾きが悪いと思った時は、乾燥の標準コースでもう一度乾燥してください。乾き具合によって乾燥時間を選ぶこともできます。洗濯物の乾きが悪いのは、蛇口が閉まったままになっている時、乾燥フィルターが目詰まりしている時などが原因です。点検や確認をしてください。乾き具合を強めに設定することもできます。蛇口が閉まったままになっていないかを確認してください。乾燥運転時には洗濯物から出る湿気を水で冷やし、水分に変えて排出することに水道水を使います。乾燥フィルターを点検し、目詰まりしていたらお手入れをしてください。乾燥フィルターを手前に引き出します。裏返します。黄色いロックレバーを外し、フィルター B を持ち上げます。フィルター A を裏返します。次に付着したホコリなどを掃除機で吸い取ります。汚れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いした後は十分に乾かしてください。フィルター A を元通り内側に入れ、フィルター B を取り付け、ロックレバーを閉じて固定します。乾燥フィルターを奥まで押し込み、元通りしっかりと取り付けてください。しっかり取り付けないと、乾燥運転中に乾燥フィルター周辺から蒸気が漏れたり、運転音が大きくなったりします。乾き具合を強めに設定することもできます。手順を説明します。電源入りボタンを押します。予約ボタンを3秒以上押し続けます。表示部に3つの数字が表示されます。右側の数字の0が弱め、1が標準、2が強めです。工場出荷時は1の標準に設定されています。乾燥ボタンを押し、2を選びます。スタートボタンを押すと、乾き具合が強めに設定されます。電源切りボタンを押します。一度設定すると内容は記憶されますので、運転のたびに設定する必要はありません。変更したいときは、説明した手順に従って再度設定し直してください。